面白かったね。今回はね、もう会ったことをそのままほとんど編集せずに出しますんで、面白いと思うんで見てください。おはようございます。ここはですね、秩父鉄道野上駅の前の駐車場にいます。はい、で今日はですね、長瀞アルプスを歩きます。この野上駅の前は、この1日310円という駐車場がですね、1,2,3,4,5,6 台分の駐車場があります。で今回のねコースなんですが、この野上駅に車を止めて、で長瀞アルプスを歩いて、宝登山まで行きます。で、宝登山から降りてきて、で、長瀞の駅を越えましてね、ライン下りに乗って、この野上駅の、ちょっと下ったところがですね、そのライン下りの降り場なんで、そこで下船してね、で、この駅まで戻ってくるというようなコースで、今回は歩きたいと思います。野上駅から100メーターぐらい歩いていくと、ここが秩父街道ですね。国道140号線かな。こっち方面行くと長瀞駅、あと宝登山の登り口の鳥居の方に行きます。で今回はこっちですね、何歳からお寺の方向行くんです。満福寺ってかな。はい、140号を渡ってさらにまっすぐ行きます。うわー、なんか歴史がある佇まいのお宅がこう両側ね続いてますね。やっぱ歴史あるんだね、この長瀞っていうのは。あ、書いてあるね、長瀞アルプス和田登山口入り口トイレありって書いてある。こっちですね。今回ね、登山靴じゃなくて、これね、見た通りジョギングシューズなんですよ。まあジョギングっていうか、まあウォーキングなんですけど、ウォーキング用シューズを履いてきてます。っていうのはね、まあ今日はね、比較的こう、なんていうかな、整備された道を歩くことが多いと思うんで、膝の負担を考えてね、このクッション性がいい、このジョギングシューズに履き替えてます。あ、これがね、よくネットで見る看板ですね。はい、ここでね、左折になります。この長瀞アルプスって方向ですね。もうこっちに入っていくようですね。で、トイレって書いてありますけど、トイレどこなんだろう。あ、あれだ、あれがトイレだ。まあ、ちょっとトイレの方来たんですけど、これ長瀞アルプス観光トイレって書いてある男女、あとはこれが多目的ですね。さっきねトイレ見てきたんですけど、じゃあここから長瀞アルプスの、登山道に入ってきます。あ、これがね満福寺っていうかな。お邪魔します。ああなるほど。じゃあさっきの観光トイレっていうのは満福寺さんの一角にあったということなのかな。はい、ありがとうございました。行ってみましょう。お、登山口来ました。はい、長瀞アルプス登山口。お、野生生物ツキノワ出るんだ。へえ。おお、これはちゃんとした登山道じゃないですか。このジョギングシューズできちゃったけど大丈夫かねこれがずっと続くとやばいことになるんだけど、まあ行ってみましょう。
これね、しばらく前からアップルウォッチにヤマップ入れてやってるんですけど、これ買う前はね、まあそんなのいらねえやと思ってたんだけど、まあ実際使ったら、まあ便利は便利ですね。まあやっぱりあると全然安心感が違いますね。まあ大体ね、今ざっくりどの辺いるのかって分かっただけでもね、道迷う防止になりますんでね。で、これはね、本当におすすめです。僕はあの Apple Watch 8ですけど、あの SE でもね、全然これマップが動くんで、すごくこれいいと思います。こっちが自然林でね、左側が植林ですね。見事に分かれてますけど、まあ、こんな感じのね、緩い斜面を、登っていってます。はい、さっきのね、こう木立がまっすぐ伸びてた針葉樹の林から、広葉樹のね、光がね、ふわーっと漏れてく、気持ちのいい林に、変化しました。いやー気持ちいいよ、これ。この空が近いのがいいね。あー、これは気持ちいいわ。すごいな。昔これあれじゃない、バス停とかにあったベンチだね。あ、そんなこと言ってね、ここから登りが始まりますけど、でもいい道を歩いてます。急斜面、登ったら、はい、尾根出ました。あー気持ちいい。あ、書いてある、ほら、左ほど山、右野上の駅。こっちね、ほど山方面に進みます。いやー気持ちいい尾根だな、これ。なんかさ、下界の車の音とかさ、バイクの音が聞こえるんだけど、うん、俺これぐらいの稜線がいいよ。ほんな切り立ったさ、こうヒリヒリする稜線もそれはたまにはいいかもしれないけど、こういうなハイキング感覚で歩ける稜線がこういうのいいですよ。あのね、年齢が年齢だから言ってるってんじゃなくてね、やっぱりね、こうちっちゃい子供でもある程度ご年配の方でも安心して歩ける山がね、僕的には一番いい山だと思ってるんで、でしかも登山口、下山口ね、まあ、こういったところにトイレがあると、そういう意味で言うとね、この長瀞アルプス、まあ、僕的にはね、大好きな八ヶ岳と、まあ、ここは遜色ないぐらいね、素晴らしい山だと思いますよ。シュ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 、はい、行くよ。ん？曲がってた。はい、これ何？ちょっと待って。金鳥さんのお肌の虫除けプレシャワー DF ミスト発火。あ、だからスースーすんだ。これ何、金鳥さんの宣伝してんの、案件なの、うん、違うよね。なんかください金鳥さん。なんかください。環境整備協力金1人100円入れてください。ここはあのあれですね、民有地なんだね。ね、うん、地主様ありがとうございます。使わせていただきます。これあれじゃない、あのよく天城山に生えてるやつ、アジサイ。これアジサイなの、これ。お、ここも分岐あんだね。はい、ほど山方面、こっちですね。あのいくつかね、分岐はあるんですけど、あの迷ったらね、まあ、もし磁石持ってる方だったら、まあ、南に行けばほど山もしくは町の方に降りれますんで、この辺は特に迷うところは正直言ってないと思います。はい、順調に歩いてます。強力なやつ、強力なやつ、塩分チャージ、すごい。よくあの学校のプールに入ってたやつね、塩素か。うん、強力。あ、分岐だね、これ。左行くと、あれですね、長瀞の駅の方に降りられる道だと思います。こっからエスケープできるんだね。はい、じゃあ、ほど山方面に行きましょう。あれ、これが小鳥峠か。だいぶ来ましたね。小鳥峠まで来たら
ほんとほどさんあと4、50分だよね。あ、すいません。おはようございます。長瀞アルプス来て初めて人に会いました。すげえな鈴カン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 俺やカブママは全く鈴はつけない方なんで、熊の問題ではなくてただ単にうるさいからつけないだけなんですけど、左行くと長瀞駅、あ、こっちね、長瀞駅で、ここは分岐右行くとこっち歩道さんのことですね。あれなんかさ、この道俺通った記憶あるの昔。こっからねアスファルトになりますね。やっぱりね、ほらジョギングシューズ正解だよ結果論だけど、はい、さっきのね分岐は奈良沢峠っていうんですけど、もうそっからこれ車道ですね。ずーっと車道が続いてる感じ。いやね、ちょっと途中の登山道で滑りやすいとこもあったんですけど、このアスファルトが出てきたんでね、このジョギングシューズすごい生き生きとしてますよお、これはさ、地図上だと登山口になってるけど、あ、これあるじゃん、毒キノコ看板。え、これ有名なの？有名な毒キノコ看板そうなんだ、いや、これ結構さ、斜面きついね、これ急斜面だね。600m あ、こっから一気に登んだね、ほらいや、どうもだね、これカモマの向こうに一瞬竜の鱗かと思ったら階段でした。いや、これはこれは見事だね、これ竜の鱗に見えたけど、どう見ても今ゲジゲジにしか見えないけど、段差結構あるね。きついよねこれ。そうだね、なるべくだ、あ、登り切った、うん、いやと思いきやいや、マジで今気づかなかったよ、まだあんじゃん。うわ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 、修行だね。はあ、はあ、あ、登った声が出なくなっちゃった。歩道さん山頂はこっちですガンさっきの階段よりは段差は、あ、そんなことね、結構これも段差あるわ。おお、開けた。あれ、ここは見たことあるぞ。ああ、え、ああ、向こうさんだ。向こうさんあった。秩父はね、元向こうだけど、向こうさんが見えますね。わあ、人がいないよ。なんか歩道さんの山頂っていうとさ、いつも人が溢れてるイメージしかないんだけど、あら、一人しかいない来た、はい、9時5分、保津山山頂、497メーター登頂。ああ、来ました。
応エネルギー補給で。うん、うまっ。ここはねロープウェイがあるんで、まあロープウェイでねすぐそこまで来れるんで、もう普段着のねなんつうかな、そこ突っかけばきで来る人も結構いるんですけど、重装という意味では、まあ、この宝登山まで来たんで、まあ以上かな。宝登山、うん、長瀞アルプスは宝登山の山頂でとりあえず以上ですね、うん、で後でまあ長瀞駅の方に降りていくわけなんですけど、ここにね神社の奥の院がこの下にあるん でそこでお参りしてから山を降りたいと思います。なんだろう、足場作ってるのかな、壊してるのかな、鳥居をなんかするんかな。へえ、あ、足場組んでますね。はい、ここは宝登山神社のね、奥の院、奥宮かな。この先に見えるロープウェイの山頂駅の方まで下って、まあ、そこからアスファルト路で、長瀞の駅の方に降りたいと思います。まあ、長瀞アルプス縦走自体はね、まあ、2時間半、2時間40分くらいかな。終わっちゃったんだけど、すごくね、歩きやすくていい道ですよ。はい、麓のね宝登山神社まで降りてきました。早かったね、45分ぐらいで降りてこれました。はい、ここねぐーっと上がると宝登山神社、紅葉の時ねめちゃくちゃ綺麗です。ちょうど鳥居のねこっち側の楓とかね、あの辺がもう真っ赤になってほんと綺麗です。大鳥居までね戻ってきました。ここね国道140号で、ここ越えるとちょっと見えますけどね、あそこは長瀞駅ですね。でね、どうだろう、ライン下り、まあ、かなり混んでるようなんですけど、すぐ乗れるんだったらねちょっと乗って野上の方に帰りたいなと思ってます。B コース、岩畳からなんだっけ高砂橋っつうかな。いやいい匂いするな。こうなってんだ。あ、ここはね岩畳、うん、岩畳前来たね、前来たね岩畳を。あ、来たね、子供らとここに遊びに来ました。すいません、ここでいいんですか。あ、ゲット持ちの方ですね、はい、見せてください。あ、皆さんありがとうございます、うん、だけこの付近で待っててもらえればまたお声掛けするので。おお、はい、一応ライフジャケット着るんだね。おお、うん、であっち行くんだ、うん、お願いします。待ってください。
ばないようにね。はい、気をつけて。はい、どうぞ。詰めてきてもらっていいですか。詰めてもらって、こっちだけ持ってもらって。入れ通してね、入れるんです。わかってください。こっちが重いんですよ。一人こっち来れますかね。おーおーおーおおおおおお。こっちが後ろになりますからね。あ、そうだ。あっちが前ですよ。おお、かっこいいね。かっこいいね。おはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、面白かったね。すごい楽しかった。今度ね、水が多いラインにまた来てみてください。うん、ありがとうございます。ありがとう。いやはい、野上駅までね戻ってきました。6時半に出たので、まあ、ぐるっと一周して約5時間でした ね、 ね、いやー面白かった。野上駅に止めて、ここから長瀞アルプスね、ぐーっと行って宝登山まで行って、で宝登山から長瀞の駅まで降りて、そこから川下りですね。で川を下って、ね、まあ、あの辺まで行って、ずっと駅まで歩いてきました。いやー面白かったね。今回はね、もう会ったことをそのままほとんど編集せずに出しますんで、面白いと思うんで見てください。はい、ということでございまして、今回もね最後までねご視聴ありがとうございました。カババでした。うがいをするとかね、うがいをするっていうのはあの鳥から来てる。あ、なるほど。うがい。この右側もさっきの長瀞オートキャンプ場。なるほど。おお。